にちは。障害年金コンサルタントの宮里です。私が社会保険労務士として開業する前に企業の人事部で働いていた時の話をしたいと思います。月に1回会社に来ては上司と面談して帰っていくというのを半年くらい繰り返している従業員がいました。その人は小林さんといって、うつ病で会社を休職しており、私は毎月その小林さんから傷病手当金の書類を受け取り、健康保険組合に行って傷病手当金の手続きをしていました。ある日、小林さんの上司からこんな相談がありました。うつ病で休んでいる小林さんだけど、会社に来るときは体調悪そうなんだが、体調が悪いふりをしているだけかもしれないというものでした。どういうことですかと私が尋ねると、仲の良い同僚とは一緒に遊びに行ったり、ツイッターで旅行に行ったことなんかを話しているというように、私生活は元気なようだという話でした。みんな仕事で一生懸命頑張っているのに、小林さんだけが休んで旅行に行ったりしているのはおかしい。他の社員から不満が出る前に何とかしたいという相談です。いろいろと対応策を話し合いましたが、結局は労務不能という診断書を医師が出している以上は強制的に職場復帰させることはできないという結論になりました。相談に来た上司は納得いかないようでしたので、仕事を休む以上はしっかり療養に専念するように私から小林さんに伝えますというふうに伝えると、少し気分が落ち着いたようでした。現場からは小林さんに対して、本当にうつ病なのか、旅行に行く元気はあるのに仕事はできないのか、甘えやわがままじゃないのかといった声が上がっていました。結局小林さんは1年ほど休職した後退職していきました。10年以上も前の話で、当時の私はうつ病にさほど詳しくはなかったこともあり、小林さんがうつ病だったかどうかについては医師の労務不能という判断を尊重するという態度を取るしかできませんでした。ただ今考えると、小林さんは非定型うつ病だったのかもしれません。今回の動画はここまでです。次回は非定型うつ病の症状や対応策について話をしていきます。